はい。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。仕事に行かれる方い行ってらっしゃい。仕事が終わった方はお疲れ様です。仕事が休みの方はゆっくりしてください。というわけで、えー、ね、過去には何度か喋りましたが、オーディオ製品等をスペックや数字、科学で楽しまなくていいという話なんですが、 結果的にこれ今の漂白化ホワイト化社会の話になっていきます。えー、ねまあ過去ね「ハイレゾ」についてとかいろいろ動画出していて「まあ、ハイレゾ」は科学的に人間に聞こえないのとかまあブラインドテストやっても聞き分けられる人はいないと。 科学的にも証明されてるから気にしなくていいよという動画を上げた真意を今日話します初めてだと思います、えー、先に言っときますがハイレゾやデジタルのコ、えービットレートの音源がいい音がするというそしてそれを楽しんでいる人たちを否定するものではありません今まで通り 楽しんでくださいまあ、何が言いたいかというといつも言ってますが自分が楽しめるいいと思うこれが最高の音だと思うものが正義ですべてなのでもうそれでいいんですそれに対して他人が何を言ってこようがそんなもん聞いてるなんてダメだとか 科学的に証明されてるのに聞こえるわけがないとか言われても無視してください。で、そういうことを言うのもやめてください。あなたはそれで暮らしてください。自分の価値観や倫理観を押し付けるこのホワイト化社会、これをオーディオにも持ち込むのはやめてください。これね、オーディオがいい例で。<coughs> もうスキャンダルにしても不倫にしても何にしてもそうなんですがもう個々人の倫理観とか価値観とかそういうものをもうそれが正義だと言って SNS で袋叩きにしていく炎上させていくというのはもう最悪に住みにくいですでまあね分かりやすい例で言うとまあ僕は喫煙者です科学的にも 医学的ににも体に害があると証明されております。でも僕は吸います自己責任で理由は QOL が上がるからです健康で長生きするよりも僕は毎日日々の自分の QOL クオリティオブ・ライフの質が上がることを最優先しているので 僕はそういう価値観なので、タバコを吸います。で、お酒を飲む飲酒についても、百害あって一理なしということが、科学的、医学的にも証明されて、まあ、お酒は肝臓だけでなく、えー、口咽頭がんや食道がんの原因になることも証明されています。酔っ払いは人を殺したたりり傷つけたり えー、人に直接タバコよりもやばい迷惑をかけます飲酒運転で人を引きます人を殺しますえー、でも皆さんお酒を好きな人はお酒を飲みます QOL を爆上げしたいからですよね。もうそれは科学的医学的に駄目だと証明されていてもこれから国が飲酒に対しても規制を始めますが。 えー、それを反対して気にせずお酒を飲む楽しむというのは QOL を大事にしてるからですよねでまあ健康に気を遣って長生きしたいというのが QOL な方はそれでいいんですでもそれを他人に押し付けないでくださいということですなので僕は自分がタバコを吸ってるからって 他の人たちにもタバコを吸えとか吸わないなんてなんてやつだなんて言いませんしまあ,まあ逆にね吸ってるんでもういろいろ攻撃受けますただ僕は主治医から許可もらってますしうちのお妻さんは妻は医療従事者です OK ですえー主治医も それで君のストレスたまらず QOL が上がるんだったら君は QOL を最優先して生きてることを分かっているし君の心臓の病気にはお酒は絶対によくないけどタバコは直接的に関係ないんで吸ってもいいよとお酒もタバコもやめろとは言えないしそれでストレスたまってえ逆に違う病気になるぐらいだったらタバコを吸っていいよとずっと言われているので。 えー、それ30年以上言われてるので吸ってますがなので僕とうちの妻さんは、えー、健康で長生きするということに重きを一切置いていないので特に医療従事者の皆さんってあの、まあ、医療をやってるからなんですが健康に気を遣ってる人が非常に少ないです実は。 えー、僕の周りの医者看護師他の人たちあとうちのお妻さん含めて人間ドックとか健康診断を受けてないですで病気になったらなったでいいじゃん別に治療なんかしないでまあ緩和ケアだけ受けてまあ苦痛をなるべく減らして死んでいけばいいんだよと。 同じ意見の医療従事者が僕の周りにはたくさんいます。僕も同じ考えなのでうちの夫婦は DOA ですねあの延命措置一切拒否を宣言しているので、えー、もし運ばれても延命措置は全部拒否ります。えー、もう普通に死んできゃいいと思ってるので,で健康で痛いとも思ってないしでもそれを人に対して延命措置は拒否しろとか。 健康に気を遣うなとか人間ドックなんて受けるなとかがん検診なんて受けるなとか健康診断を受けるなとか言いません一切それは僕だけの問題なんで僕はそれで満足するんで僕はそれでいいけどそうじゃない人はそれでいいんじゃないですかっていう姿勢なのでそれが 今の社会はオーディオと同じで「ハイレゾを聞いていないなんて耳が腐ってんじゃないか」とか「そんなものを聞いているなんて耳が腐ってるんじゃないか」とかこれのもう延長線上にあるのが「えー、不倫をするなんてけしからん」「もう芸能人をやめてしまえ」「こんなことをするなんてもう終わっている」「とっとと死んでしまえ」とか「やめてしまえ」とか。 もうめちゃくちゃゃくなんですよ。とにかくホワイト化社会で、えー、皆さんのもう価値観倫理観大声まあネットのノイジーマイノリティの大声声がでかいんで正直リアルが充実してる人たちはネット使わないんで声を発しないのでまあネットを使って 常に毎日ネットを使っているノイジーマイノリティの人たちの大声だけが目立つんで,でそれをいちいち気にしてテレビもメディアも動くのでえ余計調子に乗ってどん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 ホワイト化社会が進んでいってそこに週刊誌が乗っかりネットニュースが乗っかり。 それを見た人たちがさらに乗っかりというもう最悪の状況になっているのでオーディオで例えればじゃあ、えー、超有名人がええー、ハイレゾじゃない 128K の、えー、44.1、うんね、44. の でビットレートがどうしようかなすごい低いビットレートの MP3 で音楽をいいていたとしますそれをオーディオ界隈の人たちが「そんなんで音楽聴いててバカじゃないのもうやめろよミュージシャンとか有名人やめろよそんなんで音楽聴くなよ」って言って、えー、炎上して。 でそれにさらにメディアが乗っかってネットニュースが乗っかって週刊誌が記事を書いてそれを読んだ人たちがさらに乗っかってその人を叩いて潰しに行くというのが今のホワイト化社会です最悪な社会ですそれはオーディオも一緒ですなのでもうね本当に気にしないでくださいうちの視聴者さん ガジマック、えー、使ってるなんて iPhone 使ってるなんてバカじゃないのとかなんでアンドロイド使わないのとかその逆もあるし一切気にしないでいいですスペックも気にしないでいいです自分が満足して使えているならそれが最高で正義なんで他人が何を言おうが関係ないし他人は何も言うべきではないです使うなとか 「使え」とか「バカなの?」とか「耳腐ってんの?」とか「お前何様やねん」って話なんでえー、なのでオーディオに関しても波形ではこうなってるスペックはこうなっている、えー、科学的にはこうなっている理論的におかしい金属特性的におかしい物理的におかしい無視していいです。 あなたがいいと思う音を楽ししんで追求してくださいそれにスペックも数値も波形も何も関係ないです。なのでうちの視聴者さんたちも僕はこうやってレビューしてますが僕の言う通りにしてる人はいませんし皆さん使ってるイヤーピース違うし使ってるイヤホン違うし使ってるケーブル違うし使ってるダック違うし。 使ってるダップ違うし聞いてる音源,音源のファイルサブスクのサービスも違いますビットレートも違いますハイレゾドかハイレゾじゃないかも違います関係ないです4.4で聞いてる人もいれば3.5で聞いてる人もいれば2.5で聞いてる人もいればもう自分がいいと思ったものが最高で最強で正義で全てなんで それに文句をグダ,グダ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 言ってくるやつは古しかとしてください。うちのチャンネルに対してそういう人が来た場合は固定して晒して僕はちゃんと反論をして自分の意見をきちんと述べてそれでもわけのわかんない絡み方をしてきたら非表示というブロックをかけます。そうするとその人は自分の書いたコメントは読めるので えー、コメントかけたつもりになっているけど実は誰にも僕にも管理者にも表示されないという永久永遠壁打ちコメントをひたすら一人で書いている状態になるので、まあ、勝手にやってくださいという感じなんですがまあ本当と <laughs> とにかくねスペックとか科学的にはとか医学的にはとか。 まあオーディオは医学的にまあまあ聴力のあれでね医学的な問題ありますがまあ科学的にはとか理論的にはとか音響学的にはとか波形的にはとか計測的にはとか、えー、ありますがそんなものは無視してください。でそういうことを振りかざして他人の価値観や他人がいいと思っているものを否定しに行くのはやめてください。 うちはそういう人を全否定するしそういう人が来たら排除します。一応コメント欄ではこちらの意見も書いて相手しますがあこの人無理だなと思った時点でブロックします。非表示を書けるのでその人しか自分が書いたコメントが見れなくなります。誰にも見られてないコメントをひたすら書き続けてくださいというわけで、えー、ちょっとね 今日はそんなことを語ってみました。なので皆さん本当自分がいいと思ってる製品音楽音源聴き方ヘッドホンイヤホンスピーカーダップダック何でもいいですけどイヤピでもケーブルでもそれがいいと思ってるならそれで OK です気にしないでください。周りがが何をを言おうが自信を持って、 楽しみ続けてくださいという独りごとでした。というわけでまた今度。